なんかちっこい雰囲気かな、これ。ベンティウス、あの王様のルクソルにある一番こう大きなお墓あるじゃん、うんうん、そこの王様の横に寝ている、うんうん、あれが有名で、これは女の女王様のスフィンクスなの、うん、でもだから顔が、うん、女の顔だって。あ、そうなの、うん、でもあれ下にあるのヒゲじゃないの。ヒゲなんだけど、あれはなんか、うん、世代を意味してるみたいで。ああ、お、ここにもいた。いや、ワンコいっぱいいて、水ももらってるね。おう、ビデオでいっぱい残そうか。うん、博物館の中入ってトイレが有料ってのは初めてだね。だけど、いくらなのって言ったら、anything って言ったら、anything? これ、あ、これ後から入れたんだろう。なんだろうね、当時鉄なかったからね。鉄は後からこれ支柱なんか入れたのかね。運ぶのに、え、いや、運ぶのにはいらないでしょ。これガイドに聞かないと分かんない。ワンコがいっぱいいるね。これってコロナして運んだってことだ。でも昔はそれしかないよ。あ、ね、うん、コロね、コロ。お、あそこになんか、あれ、足がまっすぐだから死んだ人？生きてる。あ、右足でちょっと出てんのかな。うん、これ石棺なの。あ、これなんか女性の絵みたいな。あ、これもはヒエログリフ。これは太陽だから、うん、この人は王様なんですよ。これ石棺だね。でっかいね。ちょっと嫁入ってみよう。嫁を殺せ。これあれじゃない、湯船にいいね。で漏れるか、なんか割れてんな。これ死んだ人入るのはなんだっけ。石棺。これ石棺じゃない。今だから言ったじゃない、石棺じゃないの。あ、そう。これは何の模様でしょうか。わし、羽があるね、うん、あ、ここが顔だ。ここが顔で、こう羽をこう下に下ろしたところ、飛んでるところがね。あ、スペイン語で解説してますね。みんな指があるもんね、うん、これは何だったんだろうな。ねえ、これは柱の土台かなんかだったのかね。ああ、そっか。わかんないけど。わかりません。はい。なんか書いてあるぞ。
ね、これが文字だもんね、世界最古の文字。穴が削られちゃってね。ちょっと今日はね、朝からずっと動いてるんでしんどくなってきました。翻訳して読んでるね。これはメンティウスの王様の、うん、これは完全に消えちゃったね、文字が。うん、頭がなくなっちゃったんだって。え？あれメンピウスの王様なんだけど、うん、頭がどこか消えてるかな。うん。メンピウスの王様。撮影してたの？そっち見てっか、今度。写真撮ったの？で、そっちからも。お、写真撮る？お金がいる、まだ。だって思われたよ。Thank you. Where come from? Japan. Japanese number one. Hmm? Japanese? Japanese number one. Number one? My wife, Korea. My wife. Okay. Hey. Together. Together. No, thank you. お金取ろうとしてんのかな。そうそうそう。これがみんなあれなんだろうね。え？この辺から出動したのかね。この木もなんか松なのこれ。なんか面白い木だね。お化けみたいな木。この木いいね。日陰が多くて、ね。うちにあるあの木と同じような感じだね。木陰って気持ちいいんだよね。東芝だったっけ、木陰って、あのエアコンのあのペンネームじゃない、なんだっけ、ペットネーム。もうあそこにもなんか、ね、向こうにもあるよ、うん、うん、これ足だ、おば、足。そうだね。これ石から削り出すんだから大したもんだよね。どんだけ大変だったかね。そこもいっぱいある。あるね。いくらだったの、ここ入場料は。100、1人。100。ポンド。100ポンド。200円、180円。480円、100で100。あーごー、ヨミちゃん、はい、撮りました。ちょっと前足の途中修正したのかな。ねえ、これどうやって作ったんでしょうか。結構もあるね。商売になるんでしょうか。
中に入ってるわ。うん、いやちょっと中入っていきます。一旦終了。